清谷正義は、江戸時代後期の武士。塩谷義道流塩谷氏の七代目。塩谷大、四郎の通称で広く知られている。淡津清隆氏の次男として、武蔵区に葛飾郡に生まれる。淡津氏は、平安時代に、主典道寺を退治したと伝わる源の頼光の支従と言われ、大江の淡津を発祥とする一族であった。正義の淡津家は、源那二年にごととして、 江戸幕府に仕え、代々取り見役として150票縁を得てきた、御家人の家柄である。天明4年5月25日、正義が16歳の時に、父、清隆氏は二条城の鉄砲奉行になるが、その2年後の天明6年8月4日、その父が京都で没して、兄の清里が28歳で家督を継いだ。その頃、正義は、 岡田だ観戦を支持し、観戦少女という塾に通って、学問に励んでいた。一方で、正義が後に養子に入る塩谷義道流の塩谷家は、家録が25票取りという微録の家柄で、泡漬けよりも価格が低い御家人であった。時の当主、塩谷智政は、子に恵まれなかったわけではなかったが、天命6年に、着難聖暴が33歳で、 友政に先立って没すると、聖望の維持である鉄の城を養子とするも、これも間もなく病死した。次男聖獣は、病者のために家督を告げず、三男正秀はすでに養子に出しており、家督を継ぐ者がいなくなっていた。友政の周囲では、こうした不幸が続いたものかは不明だが、友政は、弟の正住の娘や若男聖望の妻の父、中村高国の娘を養女としており、 聖房が亡くなった後は、聖房の娘も、幼女としていた。そこで友政は、聖房の死から2年後の天命8年11月25日、幼女としていた聖房の娘お金の婿として、鳥見役あずけの次男正義に、白羽の矢を立て、あわずけもこれを受け、20歳となっていた正義は、金を妻として、婿養子として、塩谷家に入った。 正義ははじめ、塩谷コレトラと名乗った。塩谷智政の養子となった正義は二は、24歳となった完成4年正月26日に、り舞100票の御感情として採用される。同期生は10人で、翌年10月には、京都から直死、因子の下校という政治があり、正義は、公家集まかない向き取り締まりを申し付けられた。これを無事に果たすと、 その年から3年間にわたり、同じ役目を任せられ、正義はこれらを無難にこなし、その評価を高めていった。完成7年5月17日、矢部智政が没すると、同年8月3日、幕府の許しを得て、家督を相続した。ちなみに、徳川美希によると、日付盗賊改め方で有名な長谷川信亀も、同年同日に正義と共に家督を継承しており、 この時に、正義、信ためも含めて10人の家徳相続が認められている。そして、家徳を継いで28歳となっていた正義は、完成8年1月14日、それまでの業績が認められ、同期生10人の中で戦闘を切って、勘定銀味方改め役に任命され、家録も毎月10人分の不前米が追加された。それから約1ヶ月後、日光東将軍や家光病、 その他の処房の改修が行われることになり、これに正義も参加することとなり、ここでも業績を上げた正義は、完成10年6月22日、恩賞として黄金2枚を歌手され、さらに完成12年3月14日、32歳になった正義は、単語、田島にある幕府領合わせて5万国の大官に任命され、飛躍的な出世を遂げた。 国浜大官時代大官に任命された正義は、同年8月3日、丹後国国浜神社に妻金と共に赴いた。これに先立つ7月、正義は認知に赴く前の新編整理に伴い、塩谷家の先祖代々の墓を新たに建てて、先祖供養している。翌共和元年1月28日には、認知で、嫡ス捨て五郎が誕生した。この地でも正義は、 民政を重視し、夜間になって、支配地内を密かに巡視し、民情把握に努めた逸話が残るなど、昼夜を問わない働きで、着々と実績を積み重ね、文化2年5月には、三鷹国1万国が加増され、合わせて6万国を支配する大官となった。三鷹を加増された正義は、吉野軍で間引きという悪臭が続いていることを知り、これを改めるため、 貧しい人々の生活を支援するために基金を設立している。大阪大館時代文化9年12月、正義は支配地の場所替えを命じられ、摂津、リマの幕府領を支配する大館となり、認知も大阪谷町に移った。支配地の国高規模は認知替以前と同様であったが、文化12年4月には、大阪み奉行、海鮮改め役、 三倉取締りも命じられ、大都市大阪の治水、水運、金庫の管理も正義に任されるようになっていた。そして、翌文化13年8月29日、さらに支配地が1万国増やされるとともに、再び認知外を命じられ、文語国の人の大官となった。北大官時代正義が就任した北大官は、文語、武前、筑前、 日向にある十五万国もの幕府領を支配するとともに、薩摩藩の島津や、熊本藩の細川や、佐賀藩の鍋島や、福岡藩の黒岳など九州の戸様大名たちを監視する重要な役職であった。正義は、北大官の就任にあたっては家族を同行せずに、江戸に戻し、単身で北に向かい、文化十四年十月二十五日に北陣屋に着任した。単身で、 北に赴いたのには、着南聖路が17歳となり、そろそろ聖路自身の士官のことも考えなければならなかった事情もあった。北に着任した翌月の11月16日、聖には70歳以上の老人を大官所に集めて、敬老会を開くなど、現地の人々の人心掌握に努めた。翌文聖元年4月には、月熊山の山道を改修した際に、 山際に重要の岩穴が出てきて、そこから白骨が見つかったため、それらの白骨を集めて山麓に改装し、木安石踏みを建てて弔うなどもした。この木安石踏みの碑文は、文語の三県の一人として数えられる、官気園を創立した広瀬丹相によって書かれている。丹相は、この翌年の9月に、正義の四人格の筆頭である、宇都宮肖像に次ぐ、 用人格の正義の過信となっている。さらに、文政3年には、北陣屋に一角に災害時などに備えて米を供給するための備蓄米の蔵として、2軒半の5軒という陰徳層を建てた。この2年後の文政5年2月の熊町の大化の際には、この蔵米を被災者に配って災害支援に役立ち、この陰徳層は、正義の前世の一つに数えられている。 この蔵前は、貧困救済の事業にも役立てられた。広瀬丹僧が、正義の過信となった年の文政2年5月、筑後川川口の有明海の漁業権をめぐって、柳川藩、佐賀藩、久留米藩による三つどもへの争いが発生し、幕府が仲裁に入るという事件があった。この裁きは、正義が着任した北陣屋で行われることとなり、御用駅所が設置され、 銀味役となる幕府の巡権使と三藩の送り役人を含めて500人にも達するという大掛かりなものとなり、場合によっては幕府による厳しい裁定も下される事態となったが、この際に正義は勢力的に柳川藩を説得して内差や使いにすることに成功したため、最終的には幕府による陰味や裁きは行われず、この騒動に伴う罪人を各藩で内々に、 処分することで、ことを大きくせずに決着させた。これにより、正義の北大官としての外交的手腕も証明され、大官としての評価を高めていった。この地区後川川口の入り合い女場紛争を解決した、年の9月4日、正義は第三者を立てて、塩谷家の先祖の支配地であった、下屋国塩屋郡にある塩谷家の菩寺、長光寺に鞘を二貫、五貨寺一箱を寄進し、 戦属用にも務めた。文政3年12月11日、正義は、西国軍大昇進の内示を受けて、一旦、北の地を離れ、翌文政4年一1月29日に、江戸に到着、5月22日に、江戸城にて正式に、西国軍大に任命された。文政5年5月9日に、北に帰任した、正義だったが、帰任翌年の文政六年七月十四日に、 まだ23歳と若か,かった、着難聖路の嫁が亡くなり、さらにその翌年の文政7年11月12日には、北陣屋の今の拡張工事を終えたばかりの正義に、実母の不法が北に届くなど、身内の不幸が相次いだ。章が政治工事しかし、正義に、それを悲しんでいる暇はなかった。北地方の田島村一帯の水理が歩く、土地も痩せており、 秋になっても実が実らずに稲を燃やしてしまうということが続いていたため、文政6年から苔ケセイの用水路工事に着手し、人手や資金、資材の確保や計画の進行に奔走していた。人手としては、1日で数十人から100人程度を常に確保し、資金は約1000両を集めた。だが、工事は難航を極め、現在に残る碑分にはと、 当時の様子を伝えている。そうした難工事を経て、文化7年12月28日、試験通水が行われ、最終的に工事が完了したのは、翌年4月であった。これと、並行して、北、くす間の道路改修工事も行われた。一方、この間に妻を亡くした生路が、文政6年11月8日に、両番入りを果たし、幕府の役人となっている。 三熊川の通船工事省が政治の工事が完了すると、同時期の文化8年4月から、正義は三熊川の通船工事に着手した。九州軍の年貢米の輸送を容易にするための工事で、同時に北地方の年貢米の積み出しを目的として、加月川や中城川の石造りも含めた通船工事も進行させた。広瀬丹相の弟である、 広瀬九兵衛を中心として進められ、これらの工事は順調に進み、同年の12月に竣工を果たした。同時期、同時並行で八大領から七から八人の加工、雇い船の建造も行い、水運を活発にした。この工事が行われた文政八年12月7日、着難制度が湖南土役に抜擢された。武前浜の干拓事業正義の最国軍隊としての、 最大の事業が、武前浜の干拓事業であった。文政7年から計画され、幕府領のみならず、非前島原藩松平家の領地をはじめとして、中津藩、立石藩、肘藩、吉木月藩、延岡藩の各領地や宇佐神宮の診領にもまたがる大事業で、その政治的な調整から協力者、資金集めまで正義が最も労苦を尽くした事業であった。 文政9年から次々と簡択、日田開発が寄港され、天保5年まで続くものとなった。ただ、それは正義が関わった期間に限るもので、この簡択、神殿開発事業は、最終的には、大正10年まで続けられており、その先駆者としての正義の異業は、明治45年に、造成後位、昭和11年9月には、大分県の呉崎先で、 没後百年祭が行われ検証されるほどであった。しかしこの事業では、多大な資金的負担や労益による過酷な負担に苦しめられた者たちも多く、開発された神殿の年具米の一割が、その功績を称える名目で、終身正義に与えられることになっていたことから、民衆の不満が高まる、決定的な要因にもなった事業であった。官議園への干渉官議園は、 広瀬炭層による死塾であったが、正義は何度か、これを大官官轄の感覚にしようと干渉を行った。炭層はこれを、官府の何と言って恐れ、炭層自身が書いた、階級浪筆記に、近年官府の災難しきりに起こりと記している。最終的に炭層は、官理縁の死塾の地位を守り続けたが、干渉の中には、正義の家来である。 宇都宮肖像の次男、茂地蔵が学業を怠ったことを理由に、炭素が失席すると、ちょうど茂地蔵の父親である肖像が亡くなった時期とも重なり、父なし子になった、茂地蔵を退けたと炭素を問責するという理不尽なものもあった。盲人養育殿の設置ただ、そのように理不尽なこともあったが、正義が信念を持って教育などに取り組んでいたことは、 事実であり、天保五年に、宇佐郡に目が不自由な人々を支援するために、生活に余裕のある、者たちから大分の寄付を得て六丁部の水田を購入し、年部分を除いた三十六国を、その養育費に充当するなど、福祉にも功績を残した。天保六年八月二十日、正義は幕府より召喚の命を受けて、同年九月二十四日江戸に戻った。 正義の事業で大きな負担を強いられた富豪の一人が不満を持つ者たちの代表として幕府に直起訴したためであった。正義が江戸に戻ると幕府による審問が行われた。しかし、正義の功績を評価していた幕府は最終的には正義にひたき入を進めた。しかし、この頃の正義は高齢もあって体力が落ちており、この一件で気力も失い、 もはや西国軍隊を続けられるような心身の状態ではなくなっていた。そして、正義の子である正路が、正義の江戸在勤を幕府に願い出て受理され、正義は西国軍隊の任を説かれ、天保7年3月4日に、江戸城にのまるるす協約を命じられた。そして同年9月8日、牛込の自宅において家族に見とられ、68歳で、正義は没した。 名は七年生まれの説もあり。明治四十五年追造文生七年没、かつ回の高祖父。母は、江マ氏女だが、正義は、伊母邸。伊豆守、諸在門。江戸城にのまるるす巨役より、御代様御用人となる。ハットマサオリ、時の進む。刑夫には、描写たるにより継ぐ足らずとあり。弟である、塩谷正澄の娘。経緯は不明だが、 友政の幼女となり、安藤正健の妻となった、中村朝上門高国の娘、経緯は不明だが友政の幼女となった、義兄聖望の長女、はじめ正秀。ひで、備前神、捨五郎、黒衛門、鈴木三次郎生、政の養子となり、京都戦闘御所付となる、経図にも、某とあり、名は不明。ふるさとやいた第七号では、 この地に広い将軍家のお高場があったことから、鳥美役の役宅で生まれたと推測している。塩谷主刑図の表記に従う。病弱なのか、障害があったものか、精神的なものかは不明。忌名なおよずな。肖像が館の川長工寺に収めた遺書書によれば、宇都宮国綱の弟である、結城朝勝より数えて十一代目の子孫であるという、明和三年生まれ、 文政11年9月7日、没、去年63、愛蔵、伝蔵の二人の男子があり、二人とも、広瀬丹荘の管理園に入塾している。最終的には四棟建設された。文政7年10月21日から11月5日まで、熊町イコール13巻、豆田町イコール7巻、その他の群の村々イコール30巻余りなど、ありがとうございます。